皆さん、こんにちは。今回は熊本県長洲町の長洲港からフェリーに乗って島原に向かっています。福岡方面から島原に行くルートはいくつかありますが、今回は JR 南荒尾駅前からバスで長洲港へ行き、長洲から平間のフェリーで有明海を横断し、平港からバスで行くというルートです。一番安く、所要時間も大きく変わりません。平港から島原市街へは島原鉄道ではなく路線バスを使います。なぜかというと、最初の目的地は沖田縄手古戦場跡なので、北門バス停で下車すると島原駅から歩くより 1km 以上近くなるのです。沖田縄手の戦いについては別動画で詳しく語っているので、そちらをご覧ください。国道上に案内があるので場所はすぐわかります。当時は団子だったそうですが、現在は完全に市街地となっていて、周辺にはドラッグストアや自動車ディーラーなどがあります。当時の光景を想像するのはかなり難しいですが、海に近いない龍造寺高信は郡を3つに分けた中央にいたんじゃなかったっけと考えたりします。次に武家屋敷通りへ歩いていきます。アニメパートの背景に使用している武家屋敷はここで撮ったものです。島原城に入る前にお昼ご飯、島原の郷土料理具雑煮をいただきます。島原の乱の時に一揆軍が餅と山や海から取ってきたいろいろな材料で雑煮を炊き、約3ヶ月も籠城戦を戦ったのが始まりと言われています。現在の具雑煮は餅、ごぼう、鶏肉、魚、椎茸、かまぼこなどの具が入って栄養たっぷりです。さて、島原城は沖田縄手の戦い当時は森竹城という砦のような市場だったそうです。昭和39年、1964年に復元された天守閣は資料館になっていて、展示はやはり島原の乱が中心です。最上階からは360度の眺望が堪能でき、有明海越しに宇土半島など熊本県側が見えるほか、雲仙岳が近くにそびえています。鎌倉時代から島原半島を領有していた有馬氏は、南島原の日の江城を居城としていた。その有馬氏が慶長19年1614年、日向延岡へ転封となると、大和五条より松倉重政が入封する。重政は当初日の江城に入ったが、すぐに島原城の築城を開始した。島原城は総石垣、5層の天守と49基もの隅櫓を持つという壮大な規模を誇り、この約4万石という石高に分不相応な城を築くために、領民から過酷な年貢を取り立てた。また厳しいキリシタン弾圧を行ったため、重政の子勝家の時の寛永14年1637年、島原の乱が起きた。松倉勝家は乱を引き起こした責任を問われ、大名としては異例の斬首に処された。その後、島原城城主には高力士、松平氏、戸田氏、再び松平氏と続いた。島原城は島原の乱では一揆軍の猛攻をしのぎ、寛政4年1792年の大地震にも耐えたが、明治維新後解体された。
島原駅前から路線バスに乗って南島原へ向かいます。次の目的地は有馬氏の家臣安富氏の居城深江城です。川原下バス停で下車して 0.8km 歩きます。ここも雲仙岳が間近に見えます。県道沿いに城址碑と案内板があります。熊野神社が出丸跡とされています。島原鉄道の廃線跡です。現在は島原港駅止まりですが、2008年3月までは半島最南端の上総まで路線が続いていました。これも歴史ですね。再び路線バスに乗って南島原へ向かいます。次の目的地は有馬氏の居城日の江城です。北有馬バス停で下車して 1km 歩きます。日の江城は有馬川の河口北側にある標高70メートルほどの山に築かれていた。山頂の本丸、東の二の丸、西の三の丸、北の曲輪などで構成されている。一部には石垣も確認できる。沖田縄手の戦いでは島津氏の援助で竜造寺高信を破った有馬晴信であったが、豊臣秀吉の九州平定では島津氏と縁を切り豊臣勢に加わった。あれ、そうだったの。6000の兵で2万以上の大軍に挑むという決死の戦いを共に戦ったのに、なんとドライな。キリシタン大名としても名高い有馬晴信は城下でセミナリオ建設を援助した。セミナリオとは修道士養成のための教育機関である。ラテン語のほか太平記など日本の古典も教えたという。日が暮れてきたので今回はここまでとします。次回は島原の乱の舞台原城へ行きます。それでは皆さん良い旅を。